蝶類の胸部と前足の骨格の図節、コリコイドが右コ骨。ダチョウの肩体、頭中の2が右コ骨。クリップイクチオステガの骨格化石、アンテリアーコリコイドとポステリアコリコイドをすでに備えているが、それは、武骨とでも言うべきが安定な骨である。蝶類の全身骨格図、4が右コ骨。右ツ。骨は、死種動物の肩体を構成する骨の一つである。カラス。 海骨、カラスタ拓骨ともいう。魚類と両生類に原始的形質の全ウコ骨が見られ、それより進化的なグループである歯型類の中では、爬虫行動物でよく発達して新生のウコウとなったが、単有密な動物の原生グループでは退化している。後にウコウとなる骨は、やがて陸上に進出しうる、獅子動物へと進化することになる系統の魚類の、 段階では、スキャプやロコリコイドと称される胸びれ規部に存在する重要な骨の一つであった。陸上へ進出しない系統の魚類では、それは比較的小さな骨でしかないが、魚類が陸上へ進出するためには、うれつに画像で示したイクチオステガのそれのように、頑丈な作りに変化させる必要があった。そのような魚類から両生類への進化が起こった際、 肩甲骨の腹側に化け、骨中心が形成され、肩甲骨と新たに形成された骨との交点に、上腕骨との関節下が形成されるようになった。爬虫類になるとその骨の後方に、さらに下骨中心が形成され、肩体の構成要素の一つとなる。講義にはこの二つの骨をまとめて、右甲骨といい、それぞれの骨は、国際共通語及び英語で、前を、 アンテリアーコリコイド、後ろをポステリアコリコイドと呼び分ける。ただし、競技には、右甲骨と呼ばれるのは、爬虫類になって孵化された後部の骨だけで、全部の骨は、全うこ骨と呼ばれて区別される。両生類で現れた抗議の右甲骨は、肩体の複足成分として機能していた。この骨は、後発する、系統群である爬虫類や単弓類から見れば、全うこ骨である。 歯型類が進化してくると、競技の右甲骨、還元すれば、原始的でない神聖の右甲骨が現れた。要するに、歯型類の進化段階でプリコリコイドとコリコイドが出現し、多くの子孫グループはこれを維持し続けている。歯型類のうち、爬虫甲動物と呼ばれる一大グループは、神聖の右甲骨を発達させる方向へ進み、爬虫類と呼ばれるグループも、 蝶類と呼ばれるグループもこの傾向を備えている。一方、爬虫高動物と同じく歯型類から進化した別の一大グループ、哺乳類を含む進化系統群である単弓類の場合、一旦獲得した新生の右甲骨を進化形状のほとんどの時代をよく発達させたまま維持していたが、現世グループの二大勢力である五重類と魔獣類が含まれる。 全獣類のグループが進化してきた段階で、対価の方向性を示し、全獣類の生き残りである、原生哺乳類では明らかに対価してしまっている。我々を含む、哺乳類が包括されるグループである、単弓類から見た場合、爬虫類のグループが有する神生の、右甲骨は、全右甲骨ということになる。人の肩甲骨の頭節、赤色で示されている骨が、右甲突起であり、 右甲骨が肩甲骨というした姿である。退化した状態になった右甲骨を指して、国際共通語及び英語ではコリコイドプロセス、またはアクリコリコイドプロセスといい、現代日本語では右甲突起という。これらの用語はいずれも鳥打ち骨上の突起という語彙を持つ。戦術したように、カモの端目は原始的形質を多分に有しており、全右甲骨。 呃甲骨ともに残存している。鴨の端の肩体を構成する骨は、肩甲骨、前右甲骨、右甲骨、鎖骨、マサ骨の5種類を維持している。しかし、人を含む魔獣類では退化しており、肩体は、肩甲骨、鎖骨の2種類の骨だけで構成されている。これは、マサ骨と全右甲骨は消失し、右甲骨が肩甲骨と融合して、 にに変化したことによる日本語における名称の変遷についてであるが、江戸時代後期の蘭学者、杉田玄白が和製漢語、カラス、貝を考案したのが最初である。玄白は、オランダ語のラベンデックスを簡約して、カラスの、くちばしを意味する、カラス貝という名称を造語した。玄白がいた当時は、貝という漢字が一般的であったが、 時代が進むにつれてこの字は徐々に用いられなくなっていった。昭和時代に入ると作家として名を馳せた石川拓木の影響もあり、貝の字を拓と取り違えるケースが多くなり、本来カラス、貝骨と呼ぶべきところをカラス拓骨と呼ぶことが増えてしまった。あまりにもその流れが強く、専門家としても合わせるもやむなしという状況に変わってしまったことから、 1941年、日本解剖学会の用語委員会は日本、語正式名称を、カラス、カイコツから、カラス、タクコツに改定した。それ以降、しばらくの間は、カラス、タクコツの子が用いられていた。第二次世界大戦後になると、日本語における漢字簡略化の動きがあり、用語委員会はこれを受けて、海を用字から除外し、旧来の、カラス、カイコツ及び、 カラス拓骨に代わる信号として、コリッコイドに相当する、ウコウコツと、コリッコイドプロセスアクリコリッコイドプロセスに相当する、ウコウトッキを考案し、正式名称に採用した。中国語における用語は、和製漢語、カラス、カイコツから、百用語として移入した、鳥、カイコツがコリッコイドの大役として定着しているが、どういったわけか、用事は、カラス、ならぬ、 鳥、である。また、国際共通語のアクリコリコイのプロセスを呼び、日本語の右向特起の大役には、鳥、骸骨プが相当する。ありがとうございます。